おはようございます。1月19日金曜日、全国の天気をお伝えします。西日本、東日本は昼間はこの時期としては過ごしやすい体感となりそうです。朝のうち雨の降っているところ所々でありますが、ゆっくりと天気は回復傾向。ただ九州はすっきり回復とはならず、再び午後も雨が降ることがありますので、外出の際は雨具をご用意ください。北日本は太平洋側を中心に日差しが届きます。北海道の日本海側やオホーツク海側では朝のうち雪の降ることがあります。昼間は札幌周辺も日差しが届きそうです。ただ北日本、日差しが届いても1日を通して真冬の寒さとなりますので、しっかりと防寒をしてお過ごしください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。